リンゴ酢を飲んでも痩せない残念な人の特徴5つお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せるための情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいね。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げています。ぜひ受け取ってください。それでは1つ目の項目です。なぜ私が今回残念な人の特徴をお伝えしたいのかっていうその理由なんですけれども、もったいないからなんですよね。もう残念なんです。こんなにリンゴ酢ってダイエット効果があるのに、その方のある特徴があるがためにね、なかなか効果が出せてないってもうかわいそうなんですよ。もうとっても残念です。なので私が今からお伝えするそのね、対策ですよねを最後にお伝えしたいなと思ってるんですけれども、やはりそのせっかくねリンゴ酢をねわざわざ買って飲んでるのに効果出ないって嫌じゃないですか。私が思っているのは、やはりそもそも飲み方を間違えると健康にもよくありませんし、またせっかくね時間とお金を使っているのも無駄遣いになりますし、そして一番心配しているのが、なんでこんなに頑張ってるのに結果が出ないんだろうっていう、その自己肯定感がどんどん低くなってしまって、どうせ私ダメなんだ、何してもうまくいかないんだっていう、その負のねスパラルへとこう入ってしまうと良くないんですよね。なので大丈夫ですよっていうことをねお伝えしたくてご準備しています。では2つ目の項目です。何をということで、じゃあ一体どんな特徴を持っている方がリンゴ酢痩せることができていないのかっていう、そのね特徴5つお伝えしていきますね。まず1つ目は、そもそも痩せるリンゴ酢を変えていない、太るリンゴ酢を買ってしまってそれを一生懸命飲んでいらっしゃるからです。で2つ目、飲み方を間違っていらっしゃるから。そして3つ目、普段とっていらっしゃるお食事のそもそも内容メニューが間違っているから。そして4つ目、睡眠の質に問題があるから。そして5つ目、そもそも低体温で痩せ体質になっていないから。この5つの特徴がいかがですか。あなたも1つでももし当てはまっていらっしゃったとしたら、そこを逆にクリアすることができればリンゴ酢ダイエット効果を得ることができますよってことになりますよね。では3つ目の項目です。じゃあ一体どのようなことに取り組めば先ほどの痩せることができない特徴を全部クリアできるのかということをさらに詳しくお伝えしていきます。そして今すぐできる簡単な方法であなたももっとリンゴ酢効果をねゲットして綺麗に健康的に痩せることができるので、ぜひ最後までご覧くださいね。ではリンゴ酢を使って痩せることができるそのポイント5つご紹介していきます。まず1つ目、痩せるリンゴ酢を選びましょうということですよね。そもそもそのリンゴ酢って正しくて痩せ効果が高いものを選ぶことができていれば、こんなにも痩せ効果があるんですよ。例えば脂肪燃焼を促進してくれたり、結果ね基礎代謝は上がって脂肪がつきにくくなりますし、また太るもと糖質を取った時のその血糖値の急上昇もなんとこのリンゴ酢が抑えてくれるわけですから、あなたはまあ痩せやすくなっていくわけですよね。そして数多くあるお酢の中でも痩せ効果が高いのがリンゴ酢なんですよ。なぜかというと、いろんなお酢の中でもこの酢酸の働きが一番強いのがリンゴ酢なんです。その結果あなたは腸の動きをね良くすることができますから、結果腸内環境が整って根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるんですよね。そしてお酢というのは満腹感を得やすいので、暴走してしまう食欲をね抑えてくれる効果もありますし、またむくみ改善効果もあるので、キュッと見た目もねすっきりすることができるんですね。ではここからこんなにもねダイエット効果が高い痩せるリンゴ酢ってどんなものなんでしょうかということで、あなたが選ぶ時のポイントをお伝えしていきますね。まず原材料名を必ずチェックしてください。そこにたった一つだけ書いてあるものが痩せるリンゴ酢ですよ。リンゴ果汁 100% のみでできているものを選びましょう。なので残念な方の特徴のその太るリンゴ酢というのはこの逆ですよね。もういろんなものがいっぱい添加物として入っているものです。例えば人工甘味料であったり香料とかアルコールとか酸味料、まあそんなこう余計な
太る元が、ね、いっぱい詰まったようなリンゴ酢を選んでしまうと、それを一生懸命たとえ飲んだとしてもね、やっぱり痩せることはできないし、逆に太っちゃいます。そんなに糖分が含まれたようなリンゴ酢飲んだところで痩せることができますかっていうことですよね。なので原材料ね、たった一つだけ、リンゴ果汁 100% なんですが、さらに良いのはこのリンゴ果汁が有機栽培とかオーガニックでできたような JAS マーク認定のもの、これがさらに安心安全、痩せ効果も高いものになります。そして重複しますが、無添加であること、まあ、香料、着色料、保存料などなど何にも添加されていないものを選んでくださいね。では痩せるポイント2つ目は飲み方を注意しましょうですよね。工夫してください。よくですね、まあ、YouTube や LINE のコメントに、先生ってリンゴ酢飲む時にこの甘味料とかこの材料で飲んでいいんですかっていう、大半が人工甘味料なんです。なので私はそれはね、ダイエット向けではないんですよ実はって、ね、いつもお伝えするんですけども、せっかくいいリンゴ酢をねここで選んでるのに、この飲み方、味付けとか飲むその頻度とかですね、タイミング量ですよね、こういったのを間違ってるがためになかなかね効果が出ないという方も実は多いんです。なので例えば人工甘味料であったり白砂糖であったりですね、そういった太る元を取るのではなくって、どうしてもね甘みをねちょっと足さないとちょっとリンゴ酢苦手ですっていう方は、私がしてるのは蜂蜜を入れてます。でこの蜂蜜もあの白砂糖が入ってるようなね良くない蜂蜜も入っています、売ってますから、そういった蜂蜜ではなくって 100% 天然の、できればもう国産です、国産のピュア蜂蜜がおすすめ。なぜかというと蜂蜜は適量取ればダイエット向きなんですよ。脂肪燃焼効果があったり、腸内環境を整えるためのオリゴ糖とかグルコン酸が入っていたり、またポリフェノールとか栄養価が高いので健康的になれるんですよね。しっかり栄養が取れる、そうすると痩せることが逆にできるんです。なので偏ったお食事してて栄養不足の方っていうのはどんどん太るんですよ。ですからしっかりとした栄養を取りながら、やはり痩せるっていうのが大事なんですよね。はい、そして痩せるための効果的な飲み方なんですけれども、できればですね食前に1杯程度飲むのが良いです。なぜかというと、このリンゴ酢を飲むことで食事の時の血糖値の急上昇を最初から抑えてくれますから、ゆっくりよく噛めばさらに効果アップですよね。そして1日どんなに良いリンゴ酢も2杯までで十分です。でこの2杯っていうのは、まあ、そうですね、コップ1杯、まあ、200ml、まあ、1カップぐらいのお湯に対してリンゴ酢は大さじ1まで、なので1日かけてリンゴ酢は大さじ2杯までで十分効果があります。これ以上飲んでもそんなに結果は変わりませんでしたよっていうエビデンスもありますから、そんなに頑張ってねもうお腹いっぱいみたいに飲む必要はないです。そしてまずは12週間続けてみましょうですよね。たった1、2週間で効果を得るっても稀な方ですよね。やはりそれだけ溜め込んできたものを体質改善を含めて変えたいと思ってらっしゃるようであれば、最低12週間は続けられた方が効果が出やすいと思います。そしてここ注意なんですけれども、もともと胃がお弱い方とか、ちょっと疲れて、あ、なんか胃も調子悪いなとかね、そういう時はちょっとね飲みすぎに注意ですね。かえって胸焼けしてしまったり、こう胃が痛くなったりね、体調崩す原因にもなりますから、そこは体調に合わせて飲んでいきましょう。では痩せるポイント3つ目です。腸活メニューのお食事を取れていますかっていうことですよね。いくらですねリンゴ酢がダイエットに良いからといって、太るようなその食事のメニューを変えずにリンゴ酢に頼っても、それはねいかがですか。リンゴ酢の立場になってちょっと考えてみませんか。いやだってそれ、そんなにね、あなた今ファミリーパークのチョコレート一袋食べたよねって、それでその私を1日 1、2杯飲んだからって言って痩せないなんて、それちょっとあんまりじゃないですかってね、多分リンゴ酢言ってます。でこのお話ね、実話なんです。私の過去の私の実話です。私も過去ですね、これがダイエットにいいだろうなんて、その、まあ、これさえあればみたいなね、ちょっとすがりたくなる思いってあるじゃないですか、今度こそみたいな。でも、まあ、そもそも自分がね、その、まあ、生活習慣ですよね、食事の内容だったりですよ、そういったのを無視して、私は好きなものを食べるんだけどリンゴ酢なんとかしてよねっていうのはね、
あんまりですよね、まあ、あなただったらねそんなことしないと思うんですけれども、もしもストレスとかでちょっと暴飲暴食してしまっていらっしゃるとしたら、それをしながらリンゴ酢飲んでもやっぱなかなか効果が出ないっていうのはお分かりだと思うんですね。じゃあどうすればいいかっていうと、そういったその腸内環境を汚す乱すような食事から腸活メニューに変えてくださいねってこと。じゃあどんなものを食べれば腸が元気になって根本的に痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やすことができて、あなたがね痩せ効果をアップさせることができるのかっていうのはここです。腸活メニューっていうのはまず一つ目、発酵食品を食べましょうですよ。発酵食品と聞いていかがですか。私が大好きなのはもう本当にお味噌汁とか納豆とかぬか漬けとかなんですけども、これ以外にもキムチとかヨーグルトとかね、いろいろありますよね。そういった要は一度そのままの食品が発酵した過程を得た発酵食品を召し上がっていただくとすっごくいいことがあるんですよ。なんだと思いますか。腸内に暮らしているあなたの痩せ菌、善玉菌たちが一番多く含まれているのがこの発酵した後の食品だからなんですね。なのでただ単にお野菜を食べるよりは発酵したお漬物、ぬか漬けを取る方がより効果が上がりますしっていうことですよね。なので発酵食品を毎食毎食一つでいいです。まず一つから食べれてるかな、入ってたかなってちょっとねチェックしていただいて、とにかく発酵食品を取っていただくということが大前提で、2つ目、食物繊維です。いくらここでね善玉菌がたくさんいる発酵食品を食べたとしても、その善玉菌たちが必要なね餌ってあるんですよ。ちゃんとね餌付けしてあげないといなくなっちゃうわけですよね。その時の餌がね食物繊維なわけです。ですからお野菜もそうですけれども、ネバネバ食品のおすすめですよ。オクラとか海藻とか里芋とか、ああいったこうネバネバしたのに水溶性食物繊維がいっぱい入ってますし、また不溶性であればこうモサモサした方ですよね。ごぼうとかさつまいもとか、バランスよく取るのがベストです。では3つ目、オリゴ糖も取れてますかということで、これは何かというとその善玉菌たちですよね。うわー、ここの腸内最高、気持ちいいって、もうずっとここで暮らそうねってこうね言ってもらえる環境を作るためにはね、オリゴ糖もいるんですよね。例えば玉ねぎとか蜂蜜とかね、まあ、いろんなものに入ってます。なのであなたはやっぱりバランスよく召し上がっていただくっていうのが一番なわけですよね。で最後4つ目、 EPA DHA ということで、これもねよくする、あよく耳にするね、まあ、オメガ3系の脂肪酸です。これはやっぱり体の外から取ってあげないといけないですし、このオイル系をね取らないとやっぱり細胞まで行き届かないあのものなんですよね。例えばオリーブオイルなんかはこの肌の表面までですし、その違うわけです、届く場所が。なのでしっかりと細胞までね届けるためのっていうことなんで、オメガ3系になるんです。ただ、まあ、この EPA DHA って聞くとよくねあのテレビのコマーシャルでもあると思うんですけれども、その青魚を取りましょう、でも毎日取るの大変ですよね、このカプセルでとかねあるじゃないですか、まあ、悪くはないと思うんですけれども、自然なものから取るとしたら、まあ、青魚だけ、イワシ、サバとかサンマとかになるんですけれども、そこまでその魚って毎日難しいじゃないですか。の時はアマニオイルとかエゴマオイルとか、要は加熱しない良質のオイルがありますから、そういったオイルを例えば私であれば毎朝納豆のパックにティースプーン1杯ぐらい垂らして美味しくねこう混ぜて食べてるんですけども、そういったこうちょい足しでいいです。飲み物でもいいですよ。あのそんなに味も香りもありませんから、ちょっと飲み物にね足すっていうだけでもこの4番目取れますから、ぜひ工夫して取ってみてくださいね。はい、そして痩せるポイント4つ目は睡眠時間の確保です。いかがですか。あ、先生それ耳痛いという方もね多いと思います。もうよくわかります。それぞれ生活環境ありますよね。例えば子育て真っ最中のあなたでしたら、お子様に起こされたりね授乳したりいろいろ大変だと思うんです。もうそれすごくわかります。私もそうでした。もしくは夜勤があったり、そのすごくバランスがね取れない方、寝たい時に寝れないとか、もうどうしても細切れで 4,5 時間寝てまた後から仮眠するとか、いろいろだと思うんですけれども、やっぱりですね痩せるためには最低何時間必要だと思いますか。ご存知でしょうか。7時間。なんとかですね目標達成するまでは
もう有無を言わさずですね、ご自分を寝かしてあげましょう。もうご自分で寝かしつけですよね。よしよしって、もういいよって、もうそんな後片付けなんかね、もう別に死なないよって明日になったって、ってこうご自分を励ましながらですね、もう真面目な方ほどね、あれもしなきゃこれもしなきゃって、もう夜遅くまで頑張っちゃって、結局なんかやっぱり5時間しか寝なかったとかね、あると思うんですよね。私 あのサポートしてるクライアントの方もそうです。もう一生懸命な方ほども何でもね、全部一生懸命になってしまわれて寝てないんですよね。なのでそんな方ほど、先生って私は食事も気をつけてる、運動もしてるのに、あれもこれもしてるのに、なんで痩せないんですかっていう方は、よくよく聞くと寝てらっしゃらないですよねって、睡眠時間 4,5 時間ですよねって、それじゃあ痩せることできませんよってお伝えするんですよね。なぜかというと、寝てない方っていうのは腸を動かすことができてないんです。腸っていつ動いてると思いますか？一番動く時間帯で夜なんです。あなたが休んでるその時間に、なんともうコツコツですね、もう陰でこんなに働いてくれてるのがね、腸という臓器なんですよね。ですから寝てないだけで太ってるんですよってこと、ガーンですよね。え、それだけって、私が太ってる原因は寝てないだけだったのかみたいな言う方、実は多いんです。それだけやっぱり睡眠時間の確保って大事ですから、痩せるためにあれこれ頑張る、例えば運動頑張る、早く寝たいのに歩いてる、ウォーキング行かなきゃとか、そんなことするぐらいでしたら、まずは寝ましょうです。寝れば痩せるっていうね、これは大事なことですから、ぜひ思い当たる方は寝ましょうっていうことですよね。で最後、体温です。あなたは基礎体温何度ありますか？あの過去の私もそうなんですけども、36度ない方は、ね、痩せることができませんよ。まずいです。でそもそも危険です。病気になります。特にがんになりやすいです。低体温がずっと続いている方っていうのは、もう免疫も落ちますから、ウイルスにもかかりやすいですし、がんになったりもろくなことないですよ。なのでまずあなたが最優先にすることは、基礎体温を上げる工夫をしましょうということですよね。なので最低でもやっぱり 36.5 度はあるように工夫してください。例えば私であれば、私も過去低体温の人間でしたが、よくわかるんですけれども、何をしてるかっていうとですね、まあ、腹巻きを巻いたり、靴下も重ね履きしたり、温める食材、まあ、根菜類とかですね、寒い地方のものを食べたりとか、冷たいものを食べないとかですね、温かいものをその代わり飲むとか、そういった工夫私めちゃくちゃしてるんですね。なぜかというと、油断したらすぐ冷えちゃうからです。冷え体質なんです、もともと。なので油断してちょっとクーラーの効いてる部屋に薄着で行ったら、もうね、戻すのが大変なんですよね。それぐらいもともと自分は冷えやすいって分かってるからこそ、すごく気をつけてます。まあ、楽しくね取り組んでるんですけども、なのであなたも低体温であれば、決してね、いろんなこと気をつけたとしても痩せることができないんですよ。そもそも低体温であるがために、どんなに頑張っても、ね、痩せることができないんですよね。なのでとにかくその気体温を上げるための工夫です。お食事もそう、飲み物もそう、温めるもの、そして私が気をつけているのは運動ですよね。あの筋肉量が落ちたらね、体温落ちます。やっぱり筋肉量が多い方っていうのは、基礎代謝が上がってますから、体温上がるんですよね、それだけで。ですからあなたも、あ、なんか最近筋肉落ちたな、なんか筋力の衰えを感じるとかね、ただこうなんか荷物持つだけで体しいても、こんなに重たかったっけ昔と比べてきついっていう方は、筋力落ちてますから、まずは筋力をつける工夫をしましょうね。そのためにはタンパク質もしっかり食べることが大事ということになります。さあ、いかがだったでしょうか。今回はせっかく痩せ効果の高いリンゴ酢をこんなに飲み続けているのにもかかわらず、なんで1キロも落ちないんでしょうっていうね、残念な方の特徴5つお伝えしました。そしてじゃあこの特徴を持っているがために痩せることができないわけですから、どうやったらその悪い特徴をクリアして痩せることができるのかっていう、その対策5つポイントでお伝えしました。もし1つでも当てはまったあなたは、その条件をですね、しっかりとクリアしていただいて、リンゴ酢美味しく楽しく続けていただきたいなと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。